どうもバーンですさてえ本日の動画はですね久しぶりにねちょっとカメラ系のね、えー、雑談というか、えー、情報提供の動画になりますどうぞよろしくお願いいたします、えー、GoProHero8 Black、えー、予約注文中ですどこが情報提供やねとえー、まあ実はあの その買い方についてですねちょっとしたテクニックを使いましたので皆様に紹介ですちょっと前にも言ったことあるんですけどねこれは本当にねあの有益な情報だと思いますんで改めてね動画にします前ねずいぶん前に生放送中にペロって言ったことがある程度,程度なんでねカメラの北村という全国チェーンのカメラショップがあります で店舗を構えておられるね、えー、カメラショップで店頭販売ですねこれ結構やっぱり重要なポイントですよね。何、えー、かあった時に、えー、保証が1年保証なり、えー、受けれる時にですねのパッと持っていってで対面で、えー、修理してもらえるというところがね非常に魅力的で。えー 大きなポイントだと思います。で、店頭販売価格は55,880円です。えらい高やないかと。えー、価格 .com 最安値の値段がですね、だいたい4万0千円台です。ちょっとあの、4万0千いくらだったかちょっとうろ覚えなんですけれどもね。で、えー、これなんですけども、えー、実売で4万7,880円でバンは、えー、買います。 まだあの手元に届いてないんですけどね、明日か明後日あたりにね、到着予定とのことなんですけれども、これにはですね、えーと、カメラ下取りという制度がですね、カメラの北村にありまして、で、8000円引きになるんですよ、なんと。でね、どんなカメラでも8000円引きになるのかって言ったらそうじゃなくて、例えばね、3万円ぐらいの,あのカメラだったらね、えー、もっともっと低い金額です。 で、ちなみに、えー、今撮ってるカメラ GH5 っていうパナソニックのカメラなんですけれども、これを買った時もですね、カメラの北村で、えー、カメラ下取りで買いました。1万円引きでした。で、この辺の5万5千円ぐらいの価格帯が結構美味しい価格帯で、しかも GoPro がね、えー、その価格帯になるということですね。で、 えー、まあ、GH5 はあの20万円以上したんで、えー、あんま美味しくないっちゃ美味しくないですよね。の2万円ぐらい負けてほしいとこなんですけど、まあ、そういうわけにもいかないでしょう。でね、なんや、カメラ下取りかいと。あのー、なんかアクションカムとか、なんか、えー、GH シリーズの古いやつとか、なんや、売るんかいと。いうことでは実はないんですよ。えっ、ー、とですね、いくつか条件があるんですけども、 まず、シリアルナンバーが確実に残っているカメラであること。で、なんと、故障 OK なんですね。で、しかも、どんなカメラ、どんなに古くてもいいんです。つまり、ハードオフで100円で売ってるカメラ。つまり、のもうあの、壊れて、あの、子供のおもちゃ用として売ってる、なんかあの、 ガラクタバコにどっさり入ってるカメラあるじゃないですかハードオフとかにあれでいいんですよだから実質70007800円とかねまあ,あのハードオフで200円で買ってきたらですけどもまあでもねハードオフでもねガラクタバコの中でもね500円ぐらいすることもあるんですけれども まあ、あの、なるべく安いやつ、100円とかのやつを見つけてですね、シリアルナンバーのついてるやつを見つけてきて、で、カメラの北村に持って行って、で、動こうが動か前いが、付属品あろうがなかなかそんなの関係ないんですよ。とにかくシリアルナンバーがあって、カメラの形をしてさえすれば、フィルムカメラだって OK なんです。つまり、もう、あのー、おじいちゃん、おじいちゃんやったらダメですね、 あのー、まあ、もう、暗に眠ってるような、あの、捨てるようなカメラで OK です。ただし、シリアルナンバーが残っていること。これが大条件ということになります。で、えも、ー、う、もう、まあ、だからもうそこら辺にね、もう壊れたカメラとかね、えぇ、ー、まあ、転がってるじゃないですか。だから、それで、えー、実質8000円引き。もう、ト最安値付近までね、 落ちて、で、ネット最安値のショップはですね、やっぱり対人販売じゃないんですよ。で、送料かかることはないにしろね、代引き手数料、送料込みっていうところももしかしたらあるかもしれないですけれども、やっぱり対人販売、しかも全国チェーンっていうのがですね、非常に大きいとこだというふうに思います。で、しかもネット最安値付近の価格で買えるわけですね。はい、えー、情報提供でした。ぜひともね、 えー、カメラの北村の回し物でもなんでもないんですけども、えー、カメラの北村のカメラ販売、全部のカメラに適用されてるわけじゃないです。えっ、ー、と、ホームページ行ったらね、このカメラとこのカメラ。まあ大体のカメラはそうなんじゃないかなと思うんですけど、あの、はっきりとは調べてないです。で、えー、ちなみに僕の最近買ったカメラ、GH5、それから今から買おうとしている GoPro Hero 8も、 えこのカメラ下取り制度で買って1万円引きなり8000円引きなりで買ってます。まあ、あの、カメラ、カメラのこう、界隈ではこのカメラの北村の話はたびたび出てくるのではないかなというふうに思うんですけれどもね何しろカメラの北村の店員さんがのカメラ買うときに これを進めてきはるぐらいなんですよ。どういうことなのかよ,よくわからないですけどね。で、実際、カメラの北村の中古ショップ、中古ショップ兼、あの、店舗のね、カメラの北村が、まあ、いくつかあるんですけども、まあ、近所にもある、近所って言っても、あの、よく行く、えー、エリアにあるんですけどもね、そのショップが。そのショップの中にはですね、ジャンクボックスがあるんですよ。 つまりカメラの北村の中古ショップのジャンクコーナーつまりワゴンセールとかなんかあのもう,もう床にね無造作に置いてあるもうあのガラクタバみたいなやつの中にあるカメラだいたいね500カ,カメラの北村のそのジャンクボックスは500円ぐらいなんですけれどもまあ、だから実質7500円引きで買えるということですよでカメラの北村さんの店員さんがそこの あの、ガラクタバック、ガラクタバクとは言わはりませんよ。箱の中に入ってるやつをお買い上げいただいて、今、ここに持ってきていただいたら、7500円引きですっていうね。えー、例えば GH5 買うんだったら、9500円引きになりますというふうに、実際に言わはるんですよ。これがね、え、そんなん、なんか、ぐるぐる回ってるだけなんで、それっ最初からもう9500円引いてよとかっていうふうに、 言いたいところなんですよ。それはダメなんですよね。一旦、ガラクタ箱のカメラを買って、で、カメラ下取りっていう形にして、で、またどうせそのカメラ、ガラクタ箱の中行くんでしょうけれどもね。い <laughs> やいやいや、まあ行くんでしょうね。まあというカメラの北村の謎のね、えー、謎があるということですね。なんでなんだろう。なんか、 好物証の税対策でもなんかあるんですかね。で、シリアルナンバーはね、えー、これはカメラ業界で、カメラ界隈では言われていることで、シリアルナンバーのないカメラはですね、あの、取引が事実上できないらしいですね。の中古品として。なぜなら、あの、盗品の可能性があるのではないかっていうね、そういうような、の、ところがあって、えー まあ、盗んできたやつをですねシリアルナンバー削って売るというようなねひどい人がいるということを考えてシリアルナンバーのないカメラは取引ができないことがね多いらしいですねちょっと喉の符を潤させていただきます <laughs>、えー、本日もお疲れ様です乾杯でねでもここからちょっとまあ雑談なんですけども なんで、GoPro Hero 8買ったのかというのですねの、もう僕の話になるんですけどもね、もしよかったら聞いていただければと思います。えー、僕はですね、GoPro Hero 6、7と、うん、買ってきました。で、6は壊れました。 前にも言ったかもしれないですけども、えー、連続何十時間か撮影するようなね、えー、電源供給しながら撮影して、で、バッテリーを入れながら撮影したらですね、バッテリーが膨張して、で、えー、カメラに、えー、深刻な致命的なダメージが加わって、で、GoPro Hero 6はお釈迦になりました。 バッテリーは互換品を使ってました。自己責任とはいえ、えー、中古で売ったとしてもまあ3万ぐらいにはなろうかというものがですね、互換バッテリーを使ったがために3万円パーと、まあ、新品だったら5万円パーということです。で、GoPro Hero 7をね、今使ってます。ところがですね、 えー、GoPro Hero 7なんですけども、僕の個体はあんまりいい個体じゃなかったですね。何しろ頻繁にね、止まるんですよ。えー、4K30P でね、えー、ま撮取ることが多かったんですけれども、まとにかく止まります。4K60P はもうちょっと使い回しと、えー、使い勝手が悪いんであんま使ってなかったです。で、 えー、2K の 60P でも、えっ、ー、とね、連続1時間ぐらい回したらですね、もう頻繁に止まるようになって、で、えー、なんかね、修復、ファイル修復がどうのこうのとかって出てくるんですよ。なので、あの、撮れてると思ってて撮ってた、撮ろうとしてやったやつが、撮れてないってやっぱりカメラにと、カメラとしてはですね、致命的というか非常に もうあの精神的にもですねよろしくないわけですねで、えーね、2K の 30P ならばあーずっと回してもまあ大丈夫なんですよで、えー、でですよ今バン t v はですね合計6本の生放送をしていますで最近追加になった 6本目の生放送、これがですね、ハムスター飼育生放送なんですね。はい、これがですね、2K30P です。で、バッテリーの膨張等のトラブルを恐れて、中にバッテリーを突っ込まずに、えー、USB、えー、タイプ C の電源ケーブル、えーまあ、最近でスマホにもよく使われている電源ケーブルですね、それを えー、GoPro Hero 7に挿して、でミ、ミニ、ミニじゃない、マイクロ HDMI ケーブルで、HDMI キャプチャーボードに送って、PC で GoPro の映像をキャプチャーして、で、ハムスターを生放送にしています。これをですね、もうあの、常時運用にしようかなというふうに、えー、考えました。で、そうするとですね、やっぱりアクション感もいるんですよ、僕の場合。 の例えば、小岩のゴミ拾いの時に使ったりであるとか、自転車乗る時に使ったりであるとか、ケックボード乗る時に使って、えー、ジンバル、ウェアロブルジンバルを装着してね、使ったりであるとか、やっぱりあの、GoPro がないとね、非常にね、あの、YouTube 動画制作、撮影にね、支障が出ます。で、GoPro Hero 7を 2K30P の えー、もう、ウェブカメラ状態として使うことを想定して、もう常設のハムスターの生放送に使う。で、そうして、えー、ね、まあ、考えましょう。もう GoPro6 の、GoPro6 の中古でもええかとか思ったんですけども、GoPro Hero 6の中古を買って、ね、で、Hero 6を、えー ウェブカメラ代わり、つまりハムスターに使おうかなとも思ったんですけども、GoPro Hero 6が長回しで、えー、トラブルを起こしてるんですよ。やっぱり、あのー、長回しで、まあ、バッテリーを突っ込んでたっていうこともあるんですけども、そこでトラブルが発生してると。っていうならばですね、えー、長回しの実績がある GoPro Hero 7の 2K30P で、 えー、ハムスターの撮影をしてで、まあ、せっかくなんでね GoProHero847000、まあ、だったらまあね中古で GoPro、ね、の6とか買うぐらいだったらまあこのくらい、えー、まあいいんじゃないかなと GoProHero8 で,ですからね音声も、ね、改善されてるということですし、えー、まあ7と8の違いといえばですね えー、まあ、あんまりね、ないんじゃないかなというふうに思うんですけどね。えー、まあでも、ちょっとちょっと進化してきて、えー、熟成を重ねているモデルはおすすめだというふうに、バンティビン前にも言った通りですね。GoPro Hero 8 Black。まあ、フラグシップですね。まあ、これを買っておこうかなというふうに思った次第です。説明が長い。喉の方を潤わさせていただきます。 でね、他のアクションカムもね、考えましたよ。えー、DJI からも出てますし、フェイユーテックからも出ましたし、あと、インスタ360ですか、えー。組み立て式のようなね、えー、アクションカム。もほとんど、うん、サイズ感とか見た目がですね、GoPro と似たようなね、アクションカムがだいぶ出てきましたけれども、僕は GoPro に。 します何度も言ってる通り世代を重ねてきて熟成を重ねてきたモデルというのはですねやはりほか、えー、のこう新規参入のモデルに比べてアドバンテージが非常に大きいというふうに判断したからです。で今使っている GoProHero7BLACK ですねこれにも非常に満足してますし特に、えー、キレッキレのね映像、うん、ということも えー、非常にね、僕にとっては魅力的です。あとね、もう一つの選択肢として、ハムスター生放送をウェブカメラでやったりとか、あとそれからもっと安いカメラでね、やってもいいんじゃないかというふうにね、えー、思われるかもしれないんですけど、ここにはですね、大きな落とし穴があります。そうです。ハムスターは夜行性なんですよ。つまり、 えー、暗がりで撮影する能力もある程度必要になってくると、まあ、そうするとですねどうしてもミラーレス一眼の方がいいんですけどもそんな今更またミラーレスのしかもですね広角で撮影できないとの広いスペースをね撮影に用することになってしまうんでそれを考えたらですね暗いとこでもそこそこの性能広角で撮れる ということを考慮したら、今僕が使っている GoPro Hero 7をですね、ハムスター生放送に使うという選択が非常にこうね、理にかなっているというふうに判断したわけですね。まあ自分の話ばっかりしてもしょうがないですね。まあとにかく、あのー、なるべく無駄なくね、いろんなものをこう、えー、ゴール的に使う、えー。そして無駄遣いなく。そして新しいモデルも自分のものにするというね。ということを、 考えておりますまたね、えー、GoProHero8 ブラック到着いたしましたら、えー、紹介したいと思いますもうねいろんな方が紹介されてますでしょうけれどもね僕なりの紹介の仕方をしたいと思いますえー、っとあとはですね GoProHero8 ブラックなんですが、えー、マイクモジュールの発売があるというふうに、まあ、聞いて でネットでね見て、えー、把握はしてるんですけどまだ発売になってないですよねこれ確か是非ともね、えー、発売していただきたいなというふうに思っている次第ですよろしくメーカーの方にはですね、えー、よろしくよろしくというふうに伝えたい限りです、えー、それでは今日はこの辺で失礼いたしますバイバイ